初代カーゾン公爵、初代レイブンズデール男爵ジョージカーゾンレイブンズデール男爵は連合王国貴族の男爵位。ジョージカーゾンが1911年にカーゾン博位やスカーズデール死爵くらいと共に除されたのに始まる。彼には男子がなく彼の死と共にカーゾン行為やカーゾン白衣は廃絶したがレイブンズデール男爵位には特別継承規定が付けられていたため、 女系継承されて存続した。2017年現在の当主は四代、レイブンズデール男爵、ダニエル・モズレーである。スカーズデール男爵家の後取りとして生まれた、ジョージナ・サニエル・カーゾンは、1899年から1905年にかけてインド総督を務め、第一次世界大戦中には、巨国一致内閣で閣僚職を歴任し、 戦後の1919 19年から1924年にかけては外務大臣を務めた。1923年には首相候補に取り沙汰されたほどの大物政治家だった。借位も急上昇し、就職前の1898年11月11日にはアイルランド貴族、ダービー州におけるケドルストンのケドルストンのカーゾン、男爵とダービー州における スカーズデールの初代スカーズデール子爵、ダービー州におけるレイブンズデールの初代レイブンズデール、男爵に除せられた。このうちスカーズデール子爵位は、男子なき場合に、父の男系男子に継承される旨の特別継承規定があり、同じくレイブンズデール男爵位にも男子なき場合に、娘とその男系男子に継承される旨の特別継承規定があった。 さらに1916年の父の死により、第5代スカーズゲール男爵位を継承し、1921年6月28日には、連合王国貴族ケドルストンのカーゾン公爵に、女性られた。1925年に、カーゾン公が男子のないまま死去するとカーゾン公爵位とカーゾン伯爵位、カーゾン男爵位は廃絶した。また、 スカーズデール爵くらいとスカーズデール男爵位はおいに、当たるリチャード・カーゾンに継承された。一方、レイブンズデール男爵位は、特別継承規定によりカーゾン公の長女、メアリー・アイリーン・カーゾンに、女系継承された。1963年以前女性の世襲貴族は、貴族院議員にはなれなかったが、彼女は1958年10月6日に、同じ爵位名で一大貴族に上されており、 その資格で、貴族院議員となった。メアリーは生涯結婚しなかったので子供がなかった。そのため彼女の死後、彼女の妹、シンシア・モズレイと、イギリスファシスト連合の指導者として知られる、第6代巡男尺、オズワルド・モズレイの間の長男である小説家、ニコラス・モズレイが三大男爵を継承した。 彼は1980年の父の死に際して、第7代純段尺位も継承している。2017年現在の当主は、彼の孫のダニエル・モズレーである、レイブンズゲル男尺カーゾン家、モズレー家ケズ。ありがとうございます。